いや、おはようございます。おはようございます。ただいまから山本事務所で、染め川のですね、最近の、状況をですね、含めて、おさらいを兼ねたですね、報告を行いたいと思います。で、今日は山本議員は国会の方の動きでですね、直接出席されてませんが、山本議員の 目となり、鼻となり、手足になってですね、政策秘書のお二人、井川秘書、後藤秘書、お二人にですね、まだ三大事務局の方と含めて、いろいろ報告をですね、させていただきたいと思っています。3.26 政府交渉ネットの青木と申します。よろしくお願いします。まあ、サメカの問題はですね、数年前から市民活動として、和田さん、北村さんなんかがですね、ずっと取り組まれてきて、で、まあ、全国的にもですね、サメカ問題っていうのはかなり、有名になってるわけですけれども、ちょっと違った点からですね、今日最初にご報告したいなと思うんですけども、まあ、ご案内のようにですね、サメカでの、焼却の実証実験はですね、2013年ですよね、8月に開始されて、まあ、約開始してから10日のうちに爆発事故が起きてですね、でさらに、まあ、全国的にですね、話題となっていたわけですけれども、ただ、それをどういうふうに、止めていくかっていう、まあ、これはですね、指定廃棄物っていう高濃度汚染物を、世界で初めてですね、焼却処理していくという、とんでもない計画だったわけですよね。で、その計画のこの実態を知った人たちは、この計画の問題性っていうことについては、こんなことが許されていいのか、まあ、今まで世界的にもですね、放射性物質は焼却、拡散、希釈しないということ、その全くタブーとして、具体的には100ベクレル、キログラムあたり100ベクレルのものでもですね、ドラム缶に封入して、まあ、数百年保管するっていうような処理を取ってきたものを、大気中への汚染っていうことが考えられる焼却を始めた、なぜなのかということがほとんど不問にされて進められてきたわけです。で、仮処分という事件は、仮処分という手続きは本裁判を前提にした手続きで、まあ、本裁判をやる前段階で、まあ、比較的簡便な手続きとして行う裁判の手続きを、その仮処分の手続きというふうに言います。で、裁判の場合は、まあ、原告被告というふうに言うんですけど、仮処分の場合は債権者債務者というような言い方をします。で、まあ最近話題になった、その例えば福井地裁で行われた高浜原発の仮処分、あの事件も仮処分なんですけども、で、あれは、まあ、まあ、原発の周囲というか原発健康被害を受けるということを理由にした人格権に基づく、その創業差し止めの仮処分ということでした。江本太郎議員がだから7月に東京都選出で初めて当選して、うん、はい、で、まあ、議員活動が始まったわけですけども、議員の意向でなるべくその議員活動も可視化したいと、その映像でね、ライブ中継もしたいんだということで、環境省のレクチャー、まあ、レクと私たちは言ってますけども、それも確かあの時は中継したんじゃなかったですか。確か動画で、中継じゃ、そうですね、動画中継で、動画自体も確か撮ってアップした、あれ、中継だったかな、まあ、YouTube に上がってますので、YouTube に上がってる、はい、そうだ、ライブかどうかは違ったかな、ちょっと多分ライブはやってないんじゃないですか、うん、そうですね、確か、はい、まあ、普通役に嫌がるかと思ったら、まあ、意外とすんないよ、ちょっと意外だったんですけども、だからそういう意味で言えば、山本太郎議員の議員活動の、まあ、初めの頃の、まあ、事件だったので、非常に私たちも印象に残ってるんですけど、まあ、そこで最初、青木さんが言われた、その爆発問題が起きたわけですよね。で、環境省は爆発と認めないと、その異常燃焼による破損事故だと。
まあ、言う後に言うわけですけれども、で、こちらの方から消防庁に資料請求をしてきたら、消防庁の資料にはいや、あの爆発だともう明記してあったので、どうなってるのというような話で、あと大木さんにも協力していただいて質問収書を出したら、安倍晋三内閣総理大臣の名前で爆発だと答弁書が返ってきたのに、未だに環境省、法務省も爆発ではないと言い続けている。なぜその爆発と認めないのかよくわけわかんないんですけど、それはどうしてですかね。